ジェミースタッフはイングランドアッシュフォード出身の自転車競技選手。9歳の時から BMX を始め、1996年 BMX 世界選手権クルーザー級で優勝。しかし当時オリンピック種目に BMX がなかったことから2001年にトラックレース転身を表明。2002年コペンハーゲンで開催されたトラックレース世界選手権。 チームスプリントにおいて、クリス・ホイ、クレーグ・マクリーンと組んで優勝。2004年、メルボルンの世界選手権、ケイリンを制覇。2005年のロサンゼルス、世界選手権では、ホイ、ジェイソン・クワリーと組んで、チームスプリントを制覇した。2008年のマンチェスター、世界選手権では、ホイ、ロス・エドガーと組んで、チームスプリントで2位に入った。同年の北京オリンピックでは、 チームスプリントの未出場。同種目の第一層として、ジェイソン・ケニー、ホイと共に挑んだレースでは、予選で17秒198をマークして、イギリスチームが42秒950の驚愕タイムを樹立することになる、その立役者となったほか 世界選手権3連覇中のフランスとの決勝戦では17秒136と予選時よりもさらにタイムを上回りイギリスチームの金メダル獲得の立役者にもなった。そして、ホイの北京オリンピック三冠王にも貢献することになった。ありがとうございます。